さて、両チームの選手がピッチに姿を現します。今日のガンバ大阪はガンバエキスポ2022を記念ユニフォームで戦います。 J1 は第25節、ガンバは1試合消化が少ない状況です。前半の45分スタート、鈴木義則から長いボール、チアゴサンタナを狙いました。左の山原、チアゴサンタナの足元、左足のシュート、これを押し込めなかった。いやー、惜しいシーンです。大きなチャンスを作った清水エスパルス。チアゴサンタナのシュートシーンもありました。ここは山原から受けて左足、いやー、バウンドがね。そうですね、まあ、ここ3バックの1枚がこう釣り出されてるんですが、はい、まあ、ここの横のスライドっていうところはね、ちょっと出して山原入れてきます。ゴール前、後ろからシュート、ダイビングヘッド鈴木、はい、小野瀬、高いボール得た、カルニオスジュニオ前を向いた、戻るファンアラーノ、カルニオスジュニオパスを出す、ワントラップからコルニオシュート、キーパー見て、あ、ここも取った、チャンスになります。チアゴサンタナ、中カルリーニョス、カルリーニョス、カルリーニョスジュニオは2試合連続のゴール。どうしてもねシュート打つと思って、はい、あ、勝利なし。いや、残り10試合11試合というところでの直接対決。